はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はトボット V からのマスター V ミニバージョンいきたいと思います。で、こちらに関してはね、大きいタイプのもの、はい、まあ、かなり前に動画はね、アップしてるんですけど、まあ、こちらのパッケージはね、未だに大事に取っといてます。そう、2019年11月22日、そう、韓国旅行行った際にね、デザイナーさんの方から、まあ、サインまでいただいてね、もうほんとね、嬉しいです。そう、またね、落ち着いたら韓国行きたいなと思っててね、まあ、ちょっといろいろね、旅行資金貯めてたんだけど、まあ、無理だということで、まあ、それがね、ほとんど、トボットに化けたわけなんですけれども、はい、まあ、今回は、ミニバージョンのマスター V、行きたいと思います。これ、パッケージもね、結構おしゃれなんだよね。このイラストがね、かわいい。で、後ろ。6体合体。で、おなじみのこのメカ。まあ、単体でロボにはならないんだけど、このメカから、6体合体でのマスター V。スーパーパワーインテグレーションマスター V か。はい。そんなわけでね、見ていきたいと思います。はい、こちらがインナーで、まずはね、ビークルモードからいきたいと思います。はい、まずはね、レーシングカータイプのスピードです。まあ、合体した後だと両肩、なんと。で、これがね、大きい方のバージョンだとこの大きさ。赤いスピード。まあ、単体でロボに変形する場合は、まあ、前回ね、やったこちらのスピードになるんだけど、合体するときになると赤くなって、マスター V に合体。で、お次はモンスター。まあ、合体するときは腰と両足担当なんですけども、まあ、これがね、大きいバージョンだとこう、まあ、ミニサイズになってます。で、ちなみにね、単体のロボに変形するときは、はい、オレンジ色の車体です。はい、3体目はね、ロケット。はい。まあ、大きく違う点はこの尾翼が3つあることかな。で、6体合体になった時にね、ソニックステルスの尾翼が2枚くっつくので、まあ、3体合体の時は、ここ、尾翼が1つ。で、大きい方だと、こうですね。で、色がね、こっちがなんか、どっちかというとまあ、白が強いんだけど、これはなんだっけ、ビッグトレイルと似たような白の感じ。で、ちなみに、シャトル、単体変形のやつは黒白。合体するときに赤白になって3体合体からの6体合体になってます。で、そして4機目はビークルモード、スーパードリラー、まあ、キャタピラがついたドリルのメカ、まあ、4つのドリルが特徴的なんだけど、まあ、これが大きい方と比べるとこういう感じです。で、合体した後は両腕担当で、5機目がパワートレイン、電車型のメカなんですけれども、まあ、これは単純に、まあ、2両くっついた状態です。で、これもね、やっぱりね、どっちかっていうとビッグトレイルの白に似た感じで、まあ、白いメカ、まあ、シャトルと比べると、ちょっとグレーが強いというか、なんというか、まあ、こういった感じの白。大きさ的にはでかいパワートレインの1両分以下の大きさ。かなりミニサイズです。で、6機目はステルス戦闘機のソニックステルス。まあ、こうしてみるとね、単なる板っていう感じなんですけども、まあ、合体するときは背中のウィング担当。で、大きい方と比べると、まあ、この大きさ。一番でも大きいんじゃないかな。うん。っていうのはね、合体した時のウィングの、そう、バランスは、もうミニサイズの方が、プロポーションがいいっていう、そんな感じです。はい。それではね、合体させていきたいと思います。合体準備、まずはスピードから。こちらはただ分離させるだけ。お次はモンスター。この部分を後ろにスライド。そしてフロントのグリルを持ち上げて、後ろ。ここを展開して、左右分割。お次はロケット。この部分を下げて、ウィングを上に。で、先頭。ここを半分に割って、展開。まあ、ここら辺の変形パターンはね、大きい方と同じ。で、スーパードリラーは、このキャタピラ部分を、倒す。で、上のドリル。これをね、上に。で、左右分割。これで合体準備の完了。で、パワートレインは前後を分離させて、ちょっと斜め。で、後ろ。このね、かかと部分を展開。まあ、ちょっと斜めっていうのは合体するときに、まあ、ここはめてからここくっつけるので、この状態。で、反対側もね、同じように変形させて、かかとパーツを展開。
で連結器、うん、で連結器飛び出た、うん、で連結器はこの飛び出てる方で、まあ、ネジ穴これをね内側にした感じで合体っていうので、はい、連結器が飛び出た感じ連結器が飛び出てる方で、まあ、ネジ穴を内側にしたやつが右足、この足の裏のジョイントと合体させてここで止める。で反対側が左足、ここで合体させて止める。で上半身下半身を合体で左手を合体させて、さらにスピード合体、同じく左腕を合体させてスピードも合体で、ステルスはここのジョイントを使って合体、そしてトーキーを胸に合体させればマスター V6 機合体の完成。はい、大きさ的には3体合体のマスター V と比較するとこのようなイメージになります。でこの後に、まあ、ミニ版デラックス版交互に変形パターン同じ V 連続して合体させるっていうのをやっていきます。でちなみにね、まあ、ウイングだけ装着してみましょうか。マスター V の背中にくっつける。そう、あ今ちょっとウイング尾翼落っこっちゃったけど、はい、でかい方だとねやっぱりウイングがちっちゃいんだけど、まあ、ミニバージョンはまあ、このスピードからはみ出たウイング、うん、ちょっと存在感が増してる気がします。まあ、やっぱちょっとなんかいろいろね事情があってでかい方ではそれがねでかいウイングにはなれなかったんだけども、うん、ちっちゃい方は意外とねプロポーションがいいで、合体に主軸を置いてるので、まあ、可動に関してはもうほとんどなしです。で腕だとここ1段階後ろで、肘だとここかな、これぐらいです。で足のこの太ももの可動とかはないんで、まあ、開いたらここまでっていうのと、まあ、変形機構の兼ね合いで膝がここまで。ただこれウィング外した状態だったらもっと自由度上がりそうな気がする。で再びウィングを外した状態だったら、あ、行くね腕で、足なんかも変わんないか、ここら辺は。ちょっと腰のジョイントがね、まあ、そこまで強くないので取れるかなといった感じで、これ単体だと3体合体バージョンは、あ、そっか、スピードの変形がないからドリラー合体だけとかトレイン合体だっけ、うん、それぐらいしか再現できないのかな。まあ、あのマスター V が基本3体なんだけど、それプラスアルファっていうのがちょっと制限がかかるかな。まあ、スピードが腕にならないっていう時点で。はい。で、まあ、お出かけするときね、ビーストボックスとかなんか小物のポケットをね、お供に連れていくことが多いんだけど、結構連れてく率高かったビクトロールと比べるとこんな感じ。まあ、気軽に合体後のトボットが揃えやすいっていう特徴かな。ただもう完全にね、その、ちっちゃいから廉価版と思いきやね、まあ、合体だけに主軸を置いてるので、単体変形はないんだけど、なんか違ったね楽しさがあるんですよね、うん、だからちょっとね別の魅力ミニシリーズにはあんのかなっていうところもう沼のさらに沼の奥の奥の奥の底に沈んでる感じかな、うん、だからミニバージョンもねいろいろ出てるんだよね。単体版も出てるし、でミニのさらにミニのフックトイバージョンとか、うん、結構奥が深いシリーズかなっていうのがあります。はい、それではね、このミニバージョン、でかいバージョンの、まあ、変形パターン交互に重ねたやつを撮ります。
はい、大小マスター V6 機合体連続でいかがだったでしょうか。まあそれぞれね、やっぱりこっちもこっちも6機ずつ合体ということで、まあ遊び方としてはね似たようなもんなんで、うん、ちっちゃくても合体遊びたいなっていうのはねもうぴったり。これね胸の陶器、まあ、ここら辺がねちっちゃくてもまあ青だったりねシルバーだったりペイントされてるんでものすごく綺麗です。で正面から見た時ってこっちの方がやっぱりちょっと顔が埋もれてる感じがあるかな。うん、でやっぱりねこの翼のでかさ、インパクトがでかい。はい、そんなわけでね今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあここ最近ねちょっとあのトボット続き、スピードとモンスターでキャプテンポリスで、まあ、このミニバージョンとかやってたんですけど、まあネクストボット、次のトボット動画はこちらの予定です。ただちょっとね、ここのとこトボット毎日投稿をやってたんですけども、まあこれに関してはちょっと数日空いちゃうかもしれませんが、必ずやっていきますのでよろしくお願いします。で、それ以外のね、トボット V のメンツに関しても、まあいずれ順次やっていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、過去動画に関しては、まあこの上だったりね、この概要欄、あとはエンディングなんかにも貼ってありますので、よろしければチェックをお願いいたします。そんなわけで以上、トヨハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。いや、マスター V、いいね。V2 の、シルバーホーク、キャプテンジャック、あとレオカイザーか、あの辺もいずれ話が進むとこういう風に3体合体するのかな、なんかしてほしい気もします。それではまた。